どうも赤澤先生ありがとうございます。私の方は今日この会場におられる方がどういう方かあんまり把握できていないんですが、一般の方もかなりおられるというふうにお伺いしておりますので、iPS 細胞の今の研究開発の現状と、そしてそれにまつわるどういった人材、私たち研究者だけでは iPS 細胞論文は書けるんですが、iPS 細胞を使った患者さんの貢献というのは全くできません。どういった人材が研究者以外、実はそちらの方が研究者以外の人材の方がはるかにたくさん必要なんですが、ご紹介したいと思います。私どもの iPS 細胞研究所は2年前の2010年に京都大学の一番新しい部局として誕生いたしました。将来もし新しい研究所を作られる方がおられましたら、注意事項その1でございますが、研究所の名前、最初仮だと思って適当につけたら、それが最後までそれが残ってしまうと iPS 細胞研究所はあくまでも仮でですね、僕としてはあくまでも応用を目指した研究所だと。大学の研究所だけれども論文が目標じゃなくて応用が目標だということで、そういう名前にしたかったんですが、いや名前変えたいんですと言ったら、いやもう手遅れです、 iPS 細胞研究所で決まっていますということで、じゃあ英語名はどうですかと、英語名は先生の好きにどうぞということでしたので、センターフォー iPSL リサーチ&アプリケーションという A を最後に入れました。日本語からは漏れているんですが、このアプリケーションが私たちの研究所のビジョンというか最終目標であります。 iPS 細胞の医療応用を実現するのが目的であります。この2年前にできた時に、今後10年間でこの4つを達成しますという達成目標を掲げました。でこれができなかったら税金泥棒と呼んでくださいという啖呵を切って始めたわけであります。まだ新しい技術ですから、基盤技術を確立して知財を確保すると、そして iPS 細胞再生医療用の iPS 細胞ストックを作る、そして再生医療の臨床試験、臨床研究を開始する、さらには患者さん由来の iPS 細胞を使った治療薬の開発を行う、この4つが私たちの具体的な達成目標であります。当初の iPS 細胞はここに示しましたレトロウイルスを用いて、4つの遺伝子を用いて皮膚の細胞から作っておりました。で、この iPS 細胞、ES 細胞と同じようにほぼ無限に増殖できるという能力と、それから増殖させた後でさまざまな神経ですとか網膜の細胞とか心臓の細胞とか、あらゆる細胞を作れるということから万能細胞と呼ばれることも多いわけであります。この細胞を使ってどういう医療応用を目指しているか、今日の主題であります再生医療がその一つであります。 iPS 細胞はタイムマシンだというふうに表現していただいたこともありますが、患者さんがすでに例えば心臓とか網膜の黄斑変性で、患者さんの中の心臓の細胞、患者さんの中の網膜の色素上皮細胞はすでに病気になってしまっていて、機能が損なわれているわけですが、その患者さんから血液や皮膚細胞から iPS 細胞を作りまして、その iPS 細胞から心臓の細胞や色素上皮細胞をもう一度作り直すと、患者さんの細胞なんですけれども、今の細胞ではなくて昔の細胞、患者さんが赤ちゃんの時の細胞といいますか、病気になる前の細胞が大量に手に入るわけであります。その元気な細胞を病気になってしまった患者さんの心臓や網膜の下に移植することによって機能回復を図ろうというのが、今の高橋先生や澤先生が先ほど紹介された再生医療であります。病気の細胞を移植しても仕方ないですから、病気になる前の細胞を手に入れることができるというのが iPS 細胞の利点であります。もう一つが、今日はあまりご紹介する時間がありませんが、患者さんに移植するのではなくて体外で研究に使う、体外で病気を再現して
その病気の進行、発生や進行を止める薬の開発を行う創薬での使い方が iPS 細胞の2つ目の使い方であります。両方が等しく重要な iPS 細胞の医療応用であります。再生医療につきましては、これを実現するために当初の iPS 細胞の作り方ではレトロウイルスを使っていたり CMIC を使っていたりということで眼科の腫瘍を作る危険性が高いという問題点がありましたが、その後技術改良を加えましてレトロウイルスの代わりにエピソーマルプラスミド、跡が残らない方法で作っています。また因子も数は逆に増えて6つになっていますが、 CMIC の代わりに LMIC という、MIC のファミリーなんですが、がんを作る力は著しく低い、しかし iPS 細胞を作る力はむしろこちらの方が強いという因子に変えて、より安全な方法で iPS 細胞を作って再生医療に使おうとしています。高橋先生が使われたのもこれとほぼ近い、もう一つグリス1という別の因子を使っていますので、若干違いますがほぼ同じ方法であります。日本は文部科学省をはじめ多くの国からの強力な支援をいただきまして iPS 細胞を使った再生医療では世界のトップを走っています。でこちらに示しました高橋先生の網膜疾患でありますとか、あと角膜の疾患、澤先生の心臓心筋心臓の疾患ですね、それから慶応で進んでおります脊髄損傷への再生医療、また私たちサイラーや京大病院で準備しておりますパーキンソン病、いくつかの血液疾患、こういったものが臨床応用が非常に近いというふうに期待されています。一番近いのが、近いというか実際に臨床応用が始まったのが最初にお話があった高橋正代先生の加齢黄斑変性に対する iPS 細胞由来の網膜色素上皮細胞のシートを入れ替えるという再生医療であります。9月12日に最初の手術が行われたわけであります。でこの臨床研究で安全性が今後確認されていきましたら、より一般的な治療へと将来5年10年という時間をかけて発展していくことを期待しております。高橋先生の細胞移植の前の評価は私たちのサイラーも共同して行いました。助教の渡辺らが中心となりまして、次世代シーケンサーやスーパーコンピューターを用いた解析によりまして iPS 細胞および iPS 細胞に由来する色素上皮細胞にがんをきたすような危険なミューテーションがないか、構造のゲノムの構造変化がないか、コピーナンバーの変化がないか、そういったことを詳細に調べましたが、高橋先生のスタッフが慎重に選ばれた細胞で、驚くべきほどゲノムの変化がないといいますか、そういった心配をしないとダメなような変化ですね、そういうものは全くないということで、今回手術に至ったわけであります。他のですね、再生医療といたしましては、高橋先生のご主人でもあります高橋淳先生が進めておられますパーキンソン病に対する iPS 細胞由来のドーパミン産生神経細胞、こちらを移植すると、この研究も順調に進んでおります。現在は猿を使って安全性や効果の確認が進んでおりまして、早ければ来年にも臨床研究を開始したいというふうに高橋淳先生、今全力を挙げて準備を進めておられます。もう一人の私たちのサイラ研究所の教授であります江藤先生は iPS 細胞から血小板や赤血球を作ることに成功しておりまして、こういったものを将来、近い、非常に近い将来、輸血ですね、血小板移植や輸血として使いたいと。現状では我が国の場合は日赤の献血事業で輸血のほぼ全ては
こと足りているわけでありますが、残念ながら我が国は世界一の超高速高齢化を迎えております。30年後には人口ピラミッドが逆富士山になって、もうちょっと押したらパタッとこけてしまうような不安定な国家になってしまいます。人類がこれまで経験したことがないような年齢構成になってしまって、まあ、いろんな弊害がございますが、そのうちの弊害の一つは献血だけでは輸血が足りなくなると。10年後には献血だけでは残念ながら十分な血液量は確保できないことが目に見えています。何らかの新しい、それに献血に補充する方法が必要でございますが、その一つとして期待してされているのが iPS 細胞から血小板や赤血球を作るということであります。江藤先生は日赤とも連携しながらこの事業を進めておられます。